写真拡大テレビ東京の人気企画ローカル路。線バス乗り継ぎの旅 ZZ のし。図第9弾 56.30 が16日に放送される。現在に連敗中の俳優、田中要次、55、と芥川賞。作家、羽田圭介氏、33、のコンビに、番組プロ。デューサーの越山慎氏が今回失敗したら婚。美解散&バス旅引退を通達。絶対に負けられない戦いとなったシリーズ第9弾の見どころを越山氏に聞いた。昨年9月29日、放送の第7弾、宮城県、塩釜青森県、恐山。今年1月5日放送の第8弾、鳥取県、境港長崎県、平戸、で、あえなく2連敗を喫した田中。羽田コンビ。越山氏は今回失敗したら勝ち。で引退ですと強調し、さすがに3連敗はまずい。成功しても失敗し、でもいいよねっていうテンションでやっている。と、見ている側は楽しくないじゃないですか。と最後通告を行った理由を語る。瀬戸際に立たされた2人は、引退を回避すべ。苦奮闘。越山は田中さんは途中で温泉に行きたいとか言わなかったですし、いつもはどこかのタイミングでスイッチがオフ。テンションが下がる、になる羽田さんが、ずと田中さんとマドンナ、女性ゲスト、の誠、翼さんを叱咤激励していましたね。やはり、二人とも引退したくなかったんでしょう。ウトロ家の様子を振り返る。しかし、そんな二人を待ち受けるのは千葉県、南房総か。ラ福島、大内宿を目指すシリーズ史上屈指の難。ルート。越山氏によると、旧シリーズで田川陽介&恵比寿の欧州コンビが失敗したルートに似ているという。卒業がかかっているからといって、この番組がぬるいルートを設定するわけがないじゃないですか。あえて難易度の高いルートを設定しました。そう。レガバス旅ですよね。失敗すれば本当に引退が決まるガチンコ旅。腰はすご。苦緊張感のある旅になりました。マドンナの誠さんも二人のために頑張ってくれて、最後まで手に汗握る展開になっています。と予告する。Z シリーズ3年目に訪れた大ピンチ。田中&羽田コンビの命運はいかに。写真拡大テレビ東京の人気企画ローカル路。線バス乗り継ぎの旅 ZZ のし。図第9弾 56.30 が16日に放送される。現在に連敗中の俳優、田中要次、55、と芥川賞。作家、羽田圭介氏。33のコンビに、番組プロ。デューサーの越山慎氏が今回失敗したら婚。美解散&バス旅引退を通達。絶対に負けられない戦いとなったシリーズ第9弾の見どころを越山氏に聞いた。昨年9月29日、放送の第7弾、宮城県、塩釜青森県、恐山。今年1月5日放送の第8弾、鳥取県、境港長崎県、平戸、で、あえなく2連敗を喫した田中。羽田コンビ。越山氏は今回失敗したら勝ち。で引退ですと強調し、さすがに3連敗はまずい。成功しても失敗し、でもいいよねっていうテンションでやっている。と、
見ている側は楽しくないじゃないですか。と最後通告を行った理由を語る。瀬戸際に立たされた2人は、引退を回避すべく奮闘。越山は田中さんは途中で温泉に行きたいとか言わなかったですし、いつもはどこかのタイミングでスイッチがオフ、テンションが下がるになる羽田さんがずっと田中さんとマドンナ女性ゲストの誠翼さんを叱咤激励していましたね。やはり二人とも引退したくなかったんでしょう。ウトロ家の様子を振り返る。しかしそんな二人を待ち受けるのは千葉県南房総かラ福島大内宿を目指すシリーズ史上屈指の難ルート。越山氏によると、旧シリーズで田川陽介&恵比寿の欧州コンビが失敗したルートに似ているという。卒業がかかっているからといって、この番組がぬるいルートを設定するわけがないじゃないですか。あえて難易度の高いルートを設定しました。そう、レガバス旅ですよね。失敗すれば本当に引退が決まるガチンコ旅。腰はすごく緊張感のある旅になりました。マドンナの誠さんも2人のために頑張ってくれて、最後まで手に汗握る展開になっていますと予告する。 Z シリーズ3年目に訪れた大ピンチ。田中&羽田コンビの命運はいかに